こんにちは、札幌占い美容室灰山菓子の後藤です。例えばじゃあこのスローのアッシュに対して、ちょっと赤みを抑えたいので、じゃあこの補色のまあこれグリーンですね、スローのグリーン、ちょっと今ブルーがなくなっちゃったんでちょっとグリーンでやります。例えばこのマテリアもこのマットは M ミックスって言って補色ですが、まあ大体こういうのって 10%20% ぐらい、こっちのメインの薬剤に対して、メインの薬剤に対して、これがメインで、例えばこれが 80g、 あ、これが例えば 40g だとしたら、これが 4g とか 8g とかっていうこう少量をまあ入れるわけなんですけど、あんまり入れるとね緑色になっちゃいますから、その時に、皆さんどうしてますでしょうか。これをじゃあ 40g 入れます、これをじゃあ 28g 入れます、例えばで2液入れます、で2液入れてからマドラーで混ぜます。でもこうしてしまうとしっかり混ざらないんですよ。全体量に対しての2剤を入れた全体量に対しての 8g のこの補色ですから、なかなか綺麗に混ざってくれません。でなお忙しい時になってくると、あまり混ぜないで、すぐ塗っていってしまったりとかしてしまう可能性があります。非常に危険です。ですので、1剤ね、このカラーの1液のメインに対してじゃあ 8g 入れたら、2液を混ぜる前にしっかり混ぜましょう。で1液をまず作った上に2剤を入れて、さらに混ぜるっていうような形でいった方がいいです。なるべく量が多くなってから少ない量を混ぜようとしてもなかなか混ざりづらいので、まず1剤をしっかり作ってから2液を入れるっていう風にしていかないと、色がムラになりやすいです。発色も変わってきますんで、これは気をつけた方がいいかなと思いました。でこれが言えるのはパーマ液もそうなんですが、まあ、最近ね、GMT とかスピーラーを使っているサロンも増えてきてると思うんですが、こういうのも同じで、例えばこのアンセスタンノに対してですと、まあ、このシャバシャバに対して、このスピーラーを、まあ、10%、まあもしくは、まあ、うちは 5% ぐらいで入れてるんですけど、まあ、5% か 10% ぐらい、まあ、入れますよね。ということは、この人とこの人を混ぜた時に、じゃあ 40g に対してこれは 4g だったりするわけですよ、まあ、通常の付け方は。これは、まあしっかりですねアプリケーターに入れて、まあ、こういう風に振って混ぜるとは思うんですが、しっかり混ざってるかどうかわからないですよね。で昔あのナンバースリーさんにスピエラがあって、ピンク色 の, あのスピエラがあって、混ざった時色がわかるっていうのもあれわかりやすかったんですけど、ちょっと濃度が濃いスピエラだったんですよね。だ色がないやつだとちょっとわかりづらいんですね。なんでまあ攪拌する時はこういうふうに振るっていうよりも回してあげるっていうのもまあ一つですね。回して攪拌してあげるっていうのも一つですし、まあ、うちだと徹底してるのはマドラーで全部混ぜちゃいます。一回ガーッとでしっかり混ぜてから使うようにしてるんで、全てですね。でこれがこの混ぜる機材じゃなくても、まあ、もちろんこのアンセスの例えばクリームとスピエラ混ぜる時も、まあ、もちろんね特にクリームの時は混ざりづらいんでしっかり攪拌します。気をつけます。で例えば、まあ、これ単体で使う時も、まあ、たまにあるんですけど、これを、カップに出しますよね。でそのまま塗るんじゃなくて、これもこの混ぜてないこれだけでも攪拌します。結構クリームの溶剤とかってそのまま塗ってもいいんですけど、僕は一回混ぜるんですよね。でちょっと粘土を柔らかくするというか塗りやすくします。結構その方が使いやすかったりするんで、薬剤はよく混ぜた方がいいよっていうことを今日は言いたかっただけですね。それでよく混ぜていっていただければいいかなと思っております。
はい、以上です。なんで皆さんしっかり混ぜましょう。ではまたいいねとかシェアとかしていただければ、またどんどん、アップロードしていきますので皆さんよろしくお願いいたします。タイヤ任せの後藤でした。混ぜてくださいね。